はい、どうも、小田です。先日ですね、自民党さんにお招きいただきまして、牧島デジタル担当大臣、はじめ何人かの議員さんとディスカッション、政策提言をさせていただきました。まずはこちらの動画をご覧ください。変えちゃっても大丈夫ですか？はい。どんどん。不登校の専門家ということで、まあ、本を書いたり、インフルエンサーみたいな活動をしております、小田と申します。僕自身も不登校の経験者なんですけれども、今、不登校の人数がすごくまあ増えております。5年ぐらい前が13万人くらいで、つい最近だと20万人くらい。この5年ぐらいで 1.5 倍くらいになっていると。なんですけど、じゃあその支援の環境っていうのが全然僕はまだまだできないなっていうふうに思ってます。その中で、僕は学校の学び自体をオンライン化するっていうのは一ついいアイデアかなと思っていて、例えばオンラインになることで、不登校で家でいても学びができるっていうふうに、まあいい環境になるかなと思いますし、これって不登校だけではなくて、例えば今回みたいなパンデミックがあった時に、その対策にもなりますし、あとは長年の課題である地方、いわゆる地域活性が、地方に移住しても学び続けられるみたいなところで、学びのオンライン化って非常に大事かなと思ってるんですが、非常に遅いな、っていうのを学校現場自体が感じてまして、コロナのおかげで強制的にオンラインになろうとしたのに落ち着いてきたからまた戻るようなことをしようとしていて、何をしてるんだと正直思ってるんですけれども、そのあたりの学びのオンライン化デジタル化みたいなところで今後どうやっていくかってところをぜひ教えていただきたいなと思います。答弁？はい。すごく大事な観点だと思ってます。で、私たちデジ庁アイデアボックスとかにも学校に通っている生徒さんたちからいっぱいご意見をいただきました。保護者に限らないっていうことなんだなっていうふうに思ってて、でもう持って帰りたいです、タブレットとか、それこそ PFI とか PPP とかで公民館に公共 Wi-Fi とかちゃんと飛ぶようになったら、お家で、Wi-Fi 環境仮に整ってなくても、まあ文科省の方で支援してるけどのみならず、そこで、放課後学習自分でやりたいですとか、お家で勉強したいです、いろんな意見があるっていうことをデジタルの文脈だけではなく、規制改革からも文科省さんと一緒にやってきて、で、保護者と学校との間の連絡ツールとかも、紙の連絡帳じゃなくって、デジタルのツール使いませんかとかっていうのを文科大臣名で出してもらったりとか、やっている。で、やっぱり、こう、学校の環境って、すごく、ローカルルール的なところがあるというか、地域差とか校長先生とか担任の先生とかに理解してもらわないと進まないというもどかしさがあるっていうのは私自身も共有しているところです。なので、まあグッドプラクティスを広げていかなくちゃいけないっていうこととか、まあ現場の声をヒアリングしなきゃいけないっていうことはあると思ってます。いろんな可能性が広がっていくのが、まあツールとしてのデジタルだと思うし、それは学びの場面でも活かしていきたい。で、指導要領の中にナンバリングっていうのがされていますので、このナンバリングによって、例えば参考書の中で 1-1 の国語は、この単元、こういう学びを狙いとしていますとかっていうのが見えてくると、それによって動画とかで塾の先生で教えるのがとっても上手だっていう方が、これは 1-1 の講習ですよっていうような動画をアップしてくれたりとかしてくれると思うんですよね。だからそういうこう民の力も借りながら連携していきたいなと。じゃあ私がチャレンジしてもいいですか？はい、チャレンジ権。アナログ庁長官の村井と、アナログ庁正確には副長官ですなんですけど、あえてなんですけどね、私オンライン教育ってかなりやっぱり上の方の学年にならないとワークしないんじゃないかなと本音で思っていて、それ自分の子供が今小学校2年生で、コロナにまあ家族がなってで、それで、何ですか、濃厚接触者でオンライン授業、結構私埼玉市で進んでるんですけどね、やったんですけど、まあ聞いてないですよまあ勉強してないし、ほっとくとね、だから結局私が横について教えてるっていうだけだし、さらに学校の先生って今むちゃくちゃやっぱりやることが多くて忙しいし、特にいろんな子供がいるので、その学校のそのリアルの場でもすごい大変なんですよ。なんだけどこっち側にパソコンを置いて、こっち側のパソコンの先には 2,3 人そういう子がいるわけですよ。でこっち側がもううわーってなってる中で、たまに聞いてるとかってやってる状態があって、今のそのなんていうか体制で、しかも低学年の子たちにオンライン教育をやるっていうのはややきついんじゃないかなと思いました。私は。いいです。はい、どうぞ。
僕も同じ意見で、まあ、社会人でもですね、リモートワークをやった結果、めっちゃサボる人とめちゃくちゃ効率に働く人があるかなと思っていて、僕は同じかなと思うんですよね。自分でコントロールできる人がリモートは向いてると思っているので、まあ、年齢が上の子の方がいいのかなっていうのも同じ意見です。一方で不登校の話でいくと、まあ、低学年で実はほとんどいないんですよね。不登校って中学生が一番ボリュームゾーンだったりするので、まあ、年齢が上がっていけばいくほど、そうやって自分で学び方を選べるようになった方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。いろんな選択肢の幅が広がる、ね。はい、まあこんな感じでですね、いろいろ話をしたんですけれども、まあ、時間がね短かったことは当然あるとはいえ、なかなかねでどうすんのっていう話には正直いかなかったなと、不完全燃焼感を正直、感じております。まあ話してて思ったのは、やっぱり文部科学省の役割が大きいんだろうなっていうところですね。まあ、学校なんで当たり前かもしれないですけど、文部科学省がベースとしてあって、そこにデジタルとしてどう乗っかっていくかっていう話になるので、なかなかこうスピードがね、うまく出せないっていうのはあるんだろうなとは、感じました。ただね、やっぱりね、子供たち苦しんでますから、はい、これはなんとかしてほしいなと改めて思います。で、その上で実はですね、学校の校長先生と、文部科学省の方々とか、教育委員会とか、そういったところのね、お見合い感みたいなところも実は僕非常に問題視しておりまして、学校の校長先生ってすごい力持ってるんですよ。本当は結構いろんなことを勝手に決めて、学校好きにやっていいところって実はあったりするんですね。なんですけど、まあやっぱりこう、教育委員会とか、そういった上の人たちの顔色を伺いながらはやってると。で、逆に、上の人たちは、学校の校長先生の学校自治っていうのがあるので、基本的には校長先生に今任せてるんで、あんまりこういろいろ言うのはやめてるんですよねとかっていう、まあそういうなんかお互いなんかこう見合い感みたいなのがあって、なかなかこう物事がうまく進んでいかないっていうのは実際にあるんじゃないかなと僕は、感じております。でもですね、これはね本当にね早くなんとかしなきゃいけないんですよ。これってね、子どもたちが今後明らかに差がつくと思います。例えばもうコロナめちゃくちゃ分かりやすかったです。コロナでオフラインの授業ができなくなりました、オンラインの授業にしましょうとか、コロナで例えば、濃厚接触者になりました、自宅待機しなきゃいけませんっていう時に、オンラインで対応してくれる学校と対応してくれない学校がありますとか、それででは学びたくて学べない子たちが出てるわけじゃないですか。で、それでこういろんなこう環境が全然違いますね。学校によってはこの学校だったら別にコロナで休校になろうが、オンラインになろうが、全く関係なく授業ができるところがあります。一方で、こっちはそういうのはあんま対応できないんで、基本的に、まあ、オンラインはもうできません。オフラインでしか勉強できません。っていうなってると。だったら、これ、このままこの子たちは年齢が上がっていって、例えば受験勉強で戦うことになるかもしれないし、あとは、就職してからね、働き出してからビジネスマンとして戦うことになるかもしれないし、まあ、いろんなところでこの同世代は絶対競争するわけじゃないですか。その競争するときに明らかに差がつきますよね。そもそもあってそういった環境があったことなかった子なので、これってね、めちゃくちゃ、なんていうのかな、子供たち全く悪くないし、めちゃくちゃ大人たちのせいだなっていうか、これなんとかしたいですよね。だから、こういったオンラインの学びを進めていくことによって、不登校だけじゃなくて、今回のまさにパンデミックみたいな時ももちろんそうですし、今ずっとね、日本が課題となっている地域の活性化、地方創生っていうところでも、学校にね、こだわらずに、いろんなどこに行っても、地方にどこに移住しても学ぶことができるっていうふうになると、まあ、そういった移住にもつながるんじゃないかなとか、いろんなメリットがあると思うんですね。なので、まあ、学校っていう場所、枠組みにとらわれずに、オンラインで学ぶという選択肢が増えればいいなっていうふうに思って、今回は提言をさせていただきました。まあ、ちょっとね、不完全燃焼感もあったので、正直、終わった後にですね、若干運営の方に噛みついてしまったところがあるので、もしかしたらもしもうね、僕は呼ばれない可能性はあるんですけれども、まあ、もしね、次また呼んでもらう機会があれば、引き続きいろいろ話したいと思います。し、今こうやってね、意見を聞いていただくっていう貴重な時間を、ね、いただいた自民党の皆さんには改めて、感謝をしたいなというふうに思います。もし、また機会があれば、ぜひ呼んでいただければ嬉しいです。で、こうやってね、自民党の方に意見が言えるっていうのも、まあ、僕をね、皆さんが応援してくださって、それなりにこう影響力があるからかなというふうに思ったりもしているので、この動画を見てくださってる皆さんにも改めて感謝を申し上げたいなと思います。いつもありがとうございます。もしよければ引き続き応援していただければ嬉しいです。チャンネル登録と高評価とコメントもお待ちしております。ということで、今日もありがとうございました。ではでは。